圭一、起きなさい。圭一、遅刻するわよ。今、起きるよ。圭一？うん。具合悪そうね。今日休む？ごめん。今日休ませて。熱あるみたいだ。珍しいこともあるわね。じゃあ、レナちゃんが迎えに来たらそう言っておくわ。あんたが休みだなんて、レナちゃんきっとがっかりするわよ。風邪薬を持ってくるわね。おかしいわね。今日レナちゃんもお休みかしら。じゃあ、学校にはお母さんが電話しておくから。おとなしくしてるのよ。
もしもし？はい。よかった。やっと通じた。ケイちゃんですね。もう出ないかと思いましたよ。お姉に聞いたら学校も休みだって言うし、一体どうしちゃったんですか？ケイちゃん大丈夫ですか？ごめん、今日風邪ひいたみたいでさ。大丈夫ですか？まったくもう、お腹出して寝てたりしたんじゃないですか？大丈夫だって。俺がそんなことするわけないだろう。ですよね。でもケイちゃん寝相悪そうですしね。私が添い寝してあげましょうか。いいって、大丈夫だよ。シオンが隣にいたんじゃ、一晩中眠れないに決まってるだろうが。なんでですか？私はケイちゃんと違って寝相いいですよ。よく言うぜ。夜通したっぷり蹴られて殴られて、起きたら何にも覚えてませんって言うんだろ。わかってるんだぜ。ひどい。いくらなんでもあんまりですよ。じゃ、本当かどうか試してみます？遠慮しとく。シオン。ケイちゃん、どうしたんです？いや、なんでもない。それより、何か用があったんじゃなかったのか？留守電に電話くれって入れたの、ケイちゃんじゃないですか。留守電？そうですよ。至急聞きたいことがあるって。ケイちゃん、大丈夫ですか？風邪薬持って、私そっちに行きましょうか？いや、いい。風邪薬は飲んだから。特に用がないなら、私バイト行きますよ。シオン。はい。
昨日ちゃんとバイト行ったのか。やだな、ケイちゃん、何言ってるんですか。当たり前ですよ。家には帰ったか。当たり前です。人を不良少女みたいに言わないでくださいよ。そうだよな。そうですよ。そうだよな。ないなら切りますよ。風、お大事に。待ってくれ。はい。思い出した。凶器のこと。凶器？鉄平を殺した。あの晩、シオン、凶器を持って帰ったろ。はい、それが何か？あれ、隠し場所を変えようって話、レナとしてたんだよ。そういうことですか。でも大丈夫ですよ。絶対に見つからない場所に捨てましたから。それじゃダメなんだ。もう一度あれを使うことになりそうだから。どういうことですか。悪い、家の電話じゃ言えないんだ。これからあそこに来られるかな、レナのアジト、あのゴミ山。え？今からですか？警察は俺たちのこと疑っているみたいだしさ。わかりました。じゃあ今から行きますから。
お前、ミヨンだろ。え？何言ってるんですか、ケイちゃん。ちゃんとよく見てくださいよ。私、シオンですよ。どういうつもりなんだ。どうしちゃったんです、急に。何かあったんですか。シオンはもう死んでるんだよ。え？お前はミオンなんだ。シオンが死んでるってどういうことです？もうやめろよ、シオンの真似。どうして俺たちを騙したのか。俺が知りたいのはそれだけなんだ。ごめんなさい。謝らなくていい。もうどうしようもないことなんだから。ケイちゃんとレナ、ずっと変だなって思ってたんだ。だから騙すつもりなんて全然なかったんだよ。そんなことを聞いてない。なんでシオンになりすましてたのか、それを知りたいだけだ。ごめんね。ひょっとしたら、サトシと同じことが起きてるんじゃないかって私、そう思って。サトシ？綿流しの前くらいから、ケイちゃんたち、シオンと三人で何か相談してたでしょ？それで、何かあるのかなって気になってたんだ。なんで私を仲間に入れてくれないのかなって、わざと私には秘密にしてるみたいだった。あの時ちょっと寂しかったんだよ。だからシオンに何をしようとしているのかなって電話で聞こうとしたんだけど、電話はかけたけど聞けなかった。シオンは私のこと信頼してないような素振りを見せてたし、話してくれるわけないかって思い直した。でも気になって、私ケイちゃんたちのこと本当はずっと気にしてたんだよ。そして綿流しが終わったら、北条鉄平がいなくなって、さと子も潮もいなくなって、違うんだよ、ケイちゃん。ごめんなさい。お願い、ケイちゃん。そう
んな目で見ないでよ。ごめんなさい。シオンはあんな性格だから、もしかして私てっぺんを殺したのはシオンなんじゃないかと思って、それでシオンは逃げて行方をくらましたんじゃないかって。それで私、それならなおさら一人で逃げてしまったシオンのアリバイを作らなくちゃと思った。それでシオンのふりしてた。それだけなんだよ。お願い、信じて。嘘はもうやめようよ、みーちゃん。レナ、ねえみーちゃん、みーちゃんの話、おかしいよ。それならなんで、さとこちゃんも殺したの？さとこ？さとこも死んだの？なんで？まさか、どうして？しらじらしいんだよ！やり方が汚いよね、みーちゃん。やってることも汚いけどさ。しーちゃんを殺しておいて、しーちゃんをかばおうと思っていたなんて、よく言えるよね。ひどい目に遭ってるさとこちゃんのこと、見て見ぬふりしてたのも、綿流しの日に殺すつもりだったからでしょ？レナ、何言ってんの？レナの言ってること、全然わかんないよ！しらばっくれないでよ。仲間に入りたかった？笑わせないで。はじめから私たち、仲間なんかじゃなかったじゃない！レナ、全部たたりなんだろ、お社様の。園崎家が起こしてるんだろ、お社様のたたり。ケイちゃん、あんたたちおかしいよ。何言ってるのか全然わかんないよ。北条家は元から根絶やしにするつもりだった。だから里子ちゃんを殺した。違う、私じゃない。里子にそんなこと一度だって思ったこともない。もういいんだよ、ミオ。お前が否定すればするほど全てが嘘っぱちに聞こえる。サトコを殺して、サトコを守ろうとしたシオンまでも殺した。富武さんと高野さんを殺したのはどういう理由なんだ？違うんだよ。ごめんなさい。お社様のたたり、お前はやりたくなかったんだよな。
でも園崎家の命令で仕方なかったんだよな。どうして、どうしてこんなことに。何がいけなかったのよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。残念だったね、みーちゃん。途中でバレちゃって。次はレナたちの予定だったんでしょ？殺すの。ごめんなさい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 。うるさい！黙れ！ケイちゃん。ごめんなさい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 、ごめんなさい、ごめんなさい、多分、黄色がブロッコリーで、青がカリフラワーで、でも緑は、その、まあまあ、家庭科の授業ってことで。じゃあ、さとこ、これは？でもそれ、アスパラ、うん。黄色がカリフラワー、うん、緑がカリフラワー。さあ、どっちだ？ん？わかりますもの。わかるもん。じゃあ、答えなよ。わかるもん、わかるもん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。みーちゃん。ごめんね。本当はこんなことしたくなかったんだよ。それだけは分かってくれるよね。ミオ。
ケイちゃんにはそんなこと全然似合わないよ。それより今日の部活は何やろうか。罰ゲームはね。